OBS でも重ねて使えるボド検表ウィジェットを作成したので解説&配布します。 WTFTL で配布しているので見るなり焼くなりお好きにどうぞ。なお今回は闇巻さんの住谷君的な存在の都合で解説はボイスボックスめいめいひまりが担当します。 OBS への差し込み方、インタラクティブサークルオブフィフセズ HTML を OBS のソースペインにドロップしてください。 OBS 上のソースプロパティでサイズを変えるとボド検表もその解像度になります。キーの設定、 OBS でもブラウザソースの対話機能インタラクト機能でキーの設定と回転ができます。外側のパイをクリックするとそれがキー、トニックとして強調されます。トニックは赤、ドミナントは青、サブドミナントが黄色になります。右向き三角を押すと時計回り、左向き三角を押すと半時計回りに30度回転します。この設定はローカルストレージに保存されます。次回起動時もキャッシュが残っていれば引き継がれます。中央アイコンの変更、 CSS を直接書き換えてください。セントラルイメージのバックグラウンドイメージで指定できます。注意、OBS だとセキュリティ上の問題でか、ファイルプロトコルではフルパス指定は効きません。画像ファイルは HTML と同じフォルダに置き、相対パスで指定してください。OBS ごと再起動するか、ブラウザソースを更新すると反映されます。解説は以上です。つまらないものですが、ご活用いただけますと幸いです。最後に宣伝、よかったら高評価&チャンネル登録をお願いします。